マジで下手くそだから、それでもいい人だけここから先進んでくれよな。サイモン・トール、58歳、56歳で長年働いてきた職場でリストラされ、工事現場の警備で働くことになる、職場では第3と呼ばれ親しまれる。キアの見た目だけで勝手に想像してんなよ。面白いかと思って、さて今回は以下速3.9でやってまいりました。もうめちゃめちゃ早いです。前回以下忍者をつけるとスピードが遅くなりますよって教えてくれた人ありがとうな。そして今回はなんとスプラローラーで参戦。え、ローラーで来ちゃって大丈夫なのか。大丈夫なわけないだろう。そうだよな。でも前回のイカ忍者の回で、イカ速にはローラーが強いですよってコメントが結構来てたので、やこ、下手くそ、ポンコツチャンネル最高、と言われるのを覚悟で使っていきますよ。あ、泣いてる。これは最後のポンコツチャンネル最高に感動しての嬉し涙です。皆さん貴重なご意見ありがとうございます。さあ、テスプラでもやっていくか。今までやってたのは何だったのか。これがイストリゲームしてるように見えますか。いや見えねえよ。てかお前がわけわかんないこと言ってるからだろ。マリサ敵がいるから静かに、そこにいるのは分かってんだぞ。こんなろう。いやお前が一番うるさいわ。でも沈黙を破ったおかげで敵を倒すことができましたね。いやまだ一回も沈黙訪れてないから、少しは静かにしてほしいくらいだよ。マリサこれはゲーム実況ですよ。じゃあ実況しろや。はい、てっぺんを取ったレイムちゃんは、レイムちゃんは、ここから嫌がられのごとくカーリングゴムを投下していく。ただ下に降りるのが怖いだけだろ。トラこれが今回のプレイのピークだと思われます。ナレーション、何勝手に暴露したのじゃ。ナレーションと喧嘩すんなよ。見てるみ、皆さん、これが、今回の、ピッとかじゃ。ピークだったみたいだな。それを決めるのは見てる皆さんです。うっさぁ。ここで多くの視聴者さんがブラウザバック。おいナレーション、不吉なこと言うなや。あ、霊夢前から敵だ。最近死ぬのが流行ってんだな。そうなんですよ。最近巷で大流行。敵に立って死んでるんじゃねえよ。霊夢はハグするつもりで近づいてるんですけど、相手の方がすごい警戒心強くて、なんか殺されちゃうんですよね。お前それ電車の中なら殺されてもいいレベルだぞ。てか殺すとかどんだけ物騒な動画なんですか。お前が言ったんだろ。しかし加速のおかげで戻るのだけは早いな。だからって死んでいいことにはならないけどな。あ、そう、うちのひなちゃん何してくれてんのやー。初対面だろ。いや、あれだよ、ひなちゃんとはスプラした仲だよね。今やってるからな。てかその顔やめろ。イエーイ、カウントリート。喜怒哀楽が激しいな。黙れ小娘。なんで私怒られた。よしこやー。いやマジでやられすぎなんですけど。お前スプラ死にすぎくんに改名した方がいいんじゃないか。そんなダサい名前嫌ですよ。おやー、これで改名の話はチャラですね。今舌打ちしましたよね。人様の前で舌打ちしたら便秘になるってお母さんに教わらなかったんですか。霊夢の前だけは舌打ちしてもいいって教わりました。そんなわけねえだ。誰の前でもダメです。え、しかも気づいたらただ息しかないんですけど。いいこんなことになったんですか。お前がさっき便秘の話してた時だよ。そんなくだらない話した記憶ないんですけど。アルツハイマーかな。下のカウントも相手チームのが有利だな。やあ、霊夢ちゃん秘策を思いつきましたよ。どうせまたろくでもないことだろ。まあマリサはそこで足の指でも加えながら見ててくださいよ。私中国雑技団じゃないんで。よし、またここから嫌がられのごとくカーリングゴムを投下していく。何も変わってない。いやでも今更ですけど、ここの場所すっごい苦手なんですよね。ほんと今更だな。ここのてっぺん取られたら負けると思ってるんで、この場所は死守していかないと、と思ってます。その顔から全くやる気が見られないのだが、うおー、入ってくんなって。めっちゃ必死じゃん。当たり前ですよ。ここの場所は命の次に大事なんで、他に大事なもんあるだろ。これはそろそろヤバい感じじゃないか。そうだ、殺し屋を雇う。何勝手に戻ってきてんだよ。強いて言うなら、世界平和を守るために。お前は世界平和じゃなくてまずエリアを守れよ。こいつには世界平和のエリアも守れない。涙が出る。おやー、よしゃー。元気だな。じゃあ、あと残り10秒、いける、これはいけるぞ。あ、ちょっと、何これ、呪い。お前の操作が下手すぎんだろ。これちょっとヤバいんじゃないのか。まだ差はある、落ち着いて対処すれば。なんか四角に。味方さんナイス。上手だろ。はい、ということで今回の戦犯は呪いということでした。そんなわけねえだ。それでは今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。